天賦スタンプチャンネル始まりました。よいしょ。天賦スタンプ吉永です。同時ロケです。本日は浜松 G1 スピード決定戦過去のレース振り返り。はい、はい、ということで、10月19日からですね、浜松オートレーションにおいて G1 スピード決定戦が開催されるということで、はい、まあ過去3回大会の優勝戦をね振り返っていきたいなと思います。まあ、記念レース恒例の企画、そうでございますということなんです。はい、はい、まあどういったレースだったのか、うん、まあそれを見て、うん、傾向と対策を立てるのもありということで、はい、うん、じゃあ早速振り返っていきたいなと思います。ということで見ていきましょう。どうぞ。スタート5秒前です。3秒前、第12レース優勝戦スタートを切りました。さあまずゼロハンのスタート、4番の柴田健二、ここに5番の藤波が続いていく。この両者がまずは出ていきました。ゼロハンは外の2人、4番の柴田健二、5番の藤波直哉です。そして鈴木圭一郎は8番手からのスタートということになりました。序盤戦8番手の鈴木圭一郎です。まずは主導権握ります柴田健二、柴田が先頭でレーサー2周目へ入っていきます。それを追っていきますのは5番の藤波直哉です。この両者がまずは先頭2番手を作っていきまして、3番手は3番の浅田慎吾です。1番の浅野博之がインコースになりましたが、現在4番手、そのアウトコースに8番の鈴木圭一郎となっています。さあ依然レースを引っ張りますこの2人、柴田健二と藤波直哉。柴田健二が今回は G1 初優出、そして2度目の G1 優出となったのは5番の藤波直哉。この両者ともに地元で G1 初タイトルを狙います。離れて3番手は3番の浅田慎吾、浅田も G1 タイトルを狙う1人。そしてインコースこじ開けて3番手に上がってきたのは鈴木圭一郎。さあナンバーワン鈴木圭一郎、ここで3番手、しかしまだ前2人が遠い状況です。4番の柴田健二が先頭キープ、5番の藤波ぴったりとマーク、チャンスはどこで生まれてくるのか。そしてその2人を追っていく8番の鈴木圭一郎です。鈴木圭一郎まだまだ2人が遠い状況、レースは残り4周でこの距離です。さあ柴田健二栄光をつかみ取れるか、5番の藤波直哉が追っていく展開、この構図はまだ変わりません。さあ少しずつ差を詰めてきている鈴木圭一郎。鈴木圭一郎、この今年度最後となる浜松の記念レース、このナンバーワンが最後勝利をつかみ取っていくのか、それを阻止するのは柴田かそれとも藤波なのか、この両者さあさらに逃げているが、柴田健二がさあここで慎重に回っていく、しっかりと先頭キープ。藤波が2番手のポジション、少しリードをつけられました。その藤波を捉えて8番の鈴木圭一郎、さあ上がってきた。これで柴田健二対鈴木圭一郎の対決ということになります。5番の藤波が3番手に下がりました。前3人が完全に抜け出して、6番の若井が単独4番手となっています。4番の柴田健二が先頭、その柴田が先頭でレーサー残り1周ファイナルラップへと入っていきます。今シリーズは通算200勝のメモリアルシリーズ、さらには G1 初優出、そして一気にここでオートレース界のイケメンレーサーが G1 初優勝ということになるんでしょうか。しかしそれを阻止しようと8番の鈴木圭一郎がさあ外まくっていく、まくっていく、インコース踏ん張りたい柴田健二、最後はそれでも鈴木圭一郎だ、やっぱりナンバーワン。2連単8番4番390円、2連複4と8の組310円、3連単8番4番5番で3560円、3連複4、5、8の組み合わせ1750円。秋のスピード王決定戦優勝戦スタートしました。ゼロ戦のスタートは2番の平塚か1番の浅野か、最重班では5番の高橋、外から8番の鈴木圭一郎も行く、高橋光が先だ、高橋光がトップ、鈴木圭一郎がその外を上回っていくのか、2車はデッドヒート、高橋が譲らない、鈴木圭一郎は一旦引きました、先攻めは高橋光です。ゼロ戦は浅野平塚の順番、高橋光が3番手、3番の吉田圭介は内から、鈴木圭一郎はその後ろ上がっていきました。高橋光が平塚をまくって2番手、そして切り返して1番の浅野博之を捉えました。高橋水が先頭に上がります。さあ高橋水が先に先頭に上がった。鈴木圭一郎はどうだ、まだ4番手、平塚の後ろまだ4番手、その間に高橋水がリードを作っていくぞ。高橋水が三者身とリードを広げました。2番手1番の浅野博之、3番手は2番の平塚正樹、鈴木圭一郎勢いはないか、まだまだ4番手です。残りは5周回、高橋水先頭、リードはまだそれほど広がっていないか、浅野博之が懸命に食らいついています。平塚3番手、鈴木圭一郎が今4番手、
番手から平塚のインコースを狙ってきました。ここで3番手変わっていきます。鈴木圭一郎が3番手上がりました。荒尾はその後ろ続いていけるか。まだ5番手です。残りは4周回、あと半分の4周回。高橋光が先頭、浅野弘之大健闘の2番手です。2度目の G1 優勝戦、浅野弘之大健闘中。しかしここで鈴木圭一郎がさばいて2番手に上がっていきました。さあ高橋光の背中はどう見えているのか。鈴木圭一郎3連敗、残り3周ピンチか。高橋光が大きなリードを保っています。鈴木圭一郎が2番手、3番手は浅野が粘る。外から荒尾がまくっていく。荒尾のまくりが決まったか。ここで3番手変わっていきます。健闘した浅野弘之は4番手交代。残り2周回 1000m で鈴木圭一郎がどこまで前との差を縮めていけるか。高橋光先頭です。2020年少し苦しんでいた王者が選手権で浮上のきっかけをつかんでいました。ここ浜松で目覚めるか。王者高橋光先頭、しかし鈴木圭一郎腰淡々と差を縮めてきました。残り1周だ。青旗振られてファイナルラップ。高橋光か鈴木圭一郎か。完全なる一騎打ちは最終周回バックストレッチ。鈴木圭一郎は外を選んだ。高橋か鈴木か、王者光か、それとも圭一郎か。高橋光、鈴木圭一郎並んだ。王者か圭一郎か、ゴールイン並んだ。わずかに内高橋光か。2連単8番5番320円、1番人気。2連複5と8の組180円、1番人気。スピード決定戦優勝戦12レース、スタートしました。3番の二村飛龍、絶好のスタートを決めていった。3番二村トップスタート。その後2番手争いは外から荒尾が飛んでくる。1番の松山、2番の山田、あっと荒尾鈴木圭一郎落車。荒尾鈴木圭一郎落車。木村も後方に置かれてしまいました。人気の両者がまさかの落車です。3番の二村先頭、1番の松山2番手、3番手は2番の山田達也、その後4番鈴木宏和、5番の伊藤信夫、大きく離れて木村武史が6番手。なんとなんと大波乱、荒尾聡、鈴木圭一郎は早くも離脱、脱落しています。先頭3番の二村、渾身のスタートを決めて残りは6周回、まだ6周回残っています。1番の松山が2番手、離れた3番手2番の山田、その後が4番の鈴木宏和、5番の伊藤信夫です。カメラは3番手争い、2番の山田達也が現在3番手追走、4番の鈴木宏和が4番手、5番の伊藤信夫が5番手です。前3番の二村飛龍、独走体制に持ち込んでいます。10メートルオープン、渾身のスタートを決めた二村ぶっちぎっています。2番手3番手車間縮まってきました。松山2番手、山田達也が3番手、まだ残り4周半、半分以上残っている中で山田達也、浜松の走路インは苦手ですがしっかり練習してきました。松山に対して差を詰めてくる優勝戦の2番手争いです。残り4周を切って3番の二村飛龍はぶっちぎっています。早くも独走体制、2番手が1番の松山、3番手が2番の山田達也、その後4番手5番手離れました。6番手大きく離れて木村、なんとなんと1番人気2番人気、鈴木圭一郎、荒尾聡は落車に倒れています。先頭3番の二村ちぎって2番手は離れていますが、まだ1番の松山が踏ん張っています。山田達也が現在3番手、松山山田の2番手争いがこのレースの焦点か。その後ろで地元勢となっています。先頭3番の二村飛龍ぶっちぎったままレースは終盤戦に入ります。3番の二村、走路での強さには定評があります。しっかりちぎっています。1番松山、2番の山田、この両者の間隔はレース終盤少し広がりました。松山2番手、山田3番手、このまま決着を迎えるのか。残りは1周です。青旗振られてファイナルラップ、大波乱が起こったスピード決定戦、今回は3番の二村に軍配が上がりそうです。ここ浜松でも本人のイメージ以上に出走路成績を残している二村、5年ぶり2度目の G1 制覇の時、3番の二村飛龍ぶっちぎった今回のスピード二村飛龍。12レース2連単316,250円、10番人気。2連複1と3の組3930円、7番人気。はい、はい、うん、まあレース振り返りましたけども、まあ、やっぱ圭一郎選手強いんだな。まあ地元でね、うん、はい、遅っ、何ですかそれ。圭一郎の K、 まあギリ1本めっちゃ長いけどね、ここまでとしたら。いやいや、だってちぎれないじゃん。ちぎってくれ。だドアシュのイメージはここまでって。そう、ここだから、ここで終わりだから。ケイチロー、ケイチロー選手ね、まあ2連続、はい、取
ってるということで、うん、まあ、今回の、うん、ね、浜松 G1 スピード、うん、どういった結果になるのか楽しみにしていきたいなと思います。まあやっぱり慶長選手が強いんだろうけど、うん、ただね、前回の若獅子でね、うん、ちょっとやらかしたりも、まあそうね、したら、まあ、ちょっと波に乗れてない部分あるんですけども、うん、ナンバーワンになってからのね、はい、でアフロになってからのあれがね、はい、あれですけど、皆さんえお待ちかねでした。ない、はい、皆様にねご報告があります。なんと12月23日、はい、浜松スピードね最終日、うん、なんとなんとなんとエンプスアンプチャンネル内において生配信しちゃいます。いや、スッと言ってくれ、スッと言ってくれよ。こんな9レースからもったいぶりすぎて12レースまで4レース、はい、生配信しますんで、はい、こうご期待、ぜひ、はい、ご覧いただきたいなと思います。はい、この尺マジでカットせず使うわ長かったな、我慢した方で、はい、ということで、はい、本日の動画はこちらで終わりにしたいと思います。この動画良かったの方、チャンネル登録・高評価お願いします。お願いします。ご視聴あいしゃ、チャンネル登録お願いします。